こんにちは。可愛くないですか、この猫。猫 T。全然見えないという。さあ、今日は大好きなヘアメイクさんとお茶しに行くので、準備していこうと思います。あかりんちゃんからいただいたリップグロスを塗っていこうと思います。これ本当に唇がチュルンチュルンになるんですよ。うん。めっちゃ保湿される。そして私、もうエクステを外してしまいました。この間ヘアセットの動画上げたばっかなのに。地毛も結構伸びたんで。でもやっぱエクステを外したら、いやそりゃ何十本もつけてるからそう思うの当たり前かもしれないけど、毛量が減った気になる。そして私の大好きなアミューズさん、絶対皆さんのおかげなんですけど、最近ありがたいことに YouTube を見てくださってる企業さんが多くて、たくさんコスメをギフティングしていただいて、その中で今日はアミューズの下地を今から塗っていこうと思います。これも新しく開けます。なんか本当に私 YouTube があんまりお仕事っていう感覚がなくって、こういう付け方したら私は速攻拭きます。ちょっと乗せすぎたかも。自己満の YouTube っていう感じで完全に乗せすぎましたねこれ。もちろんお仕事で YouTube 撮るときはあるんですけど、リアルな感じが好きなので、こんな私の YouTube でもたくさん毎日企業の方からメールをいただくんですけど、今すいません、伸ばしてみたらいい感じになりましたね。黄身っぽいのかなって思ったけど、伸ばしたら自然にトーンアップしてくれる系のベース、うん、ツヤって感じ。伸びがかなり良くて、ムラになりにくい。日焼け止め効果もあるんで、日焼けしたくないし、ナチュラルに肌を綺麗に見せたいっていう時とかすごい良さそうです。とか言ってメイク動画じゃないのに詳しく説明しちゃうという。フィーのクッションファンデを使っていこうと思います。私フィー使ったことなくって、おー、でもこれ私が買おうか迷ってたやつですね。ゲットレディーウィズミーあるあるで話が散らかるという。カバー力と水分力が高くて私が好きそうな感じ。筆でのせるか迷うんですけど、パフでのせていこうと思います。本当に自由に、誰もビジネスの人も関わってないので、自分がやりたいものだけを厳選して、お仕事とかも受けてるんですね。やっぱり私がちょっとでも紹介したいなって思うものと違かったら、正直全てお断りさせていただいてるので、おー、うん、こんな感じで、いや、めちゃくちゃいいな。めちゃくちゃ良いです。そう、大人の都合が嫌すぎて本当にフリーランスになったぐらいなので、その辺はリアルに動画を作れてる気がします。でもそれが伝わって逆にいろんな企業の方が声かけてくれたりとかするのかなって勝手に思ってるんですけど、コメントとか DM で、未来ちゃんが使ってるから買いましたみたいな、未来ちゃん買いしましたって言ってくれる方が多くて、本当にそれがめちゃくちゃ嬉しいんですよね。なので私もかなり厳選してなるべく絞って紹介しています。もう充電切れた。コンシーラーはいつものコーラルヘイズ。前までは、YouTube やってなかったのもありますけど、口に出したりとか、苦手っていうのもあったけど、口に出さない方がいいっていう感じだったんですけど、何事も思ってることとかたまに発信はするけど、インスタとかツイッターとかではあんまり書かないようにしてたりとかしてたんですけど、友達とか人間関係もそうだけど、ちょっと何でもかんでもベラベラ言うのはどうかなとは思うんですけど、ある程度自分の考えてることとかを言葉にしたり伝えるっていうのは逆に信用性につながったりとか、受け取り側も親身になってくれるというか、距離がちょっと近くなるというか、当たり前に距離感は大事だけど、パウダーの前にリキッドのチーク4番、このチーク本当にのせると可愛いんですよね。20代前半の時はいろんな人と関わんなきゃいけないっていうのもあって、すぐ噂って広まるじゃないですか。いい子でいなきゃっていうのが強すぎて、あんまり本音を話せないというか、当たり障りのないことばっか言ってたんですけど、でもね、やっぱり人を傷つけるとかはまた別ですけど、自分の意思とか意見っていうのは逆に伝えた方が相手も嬉しかったりとかするんだなって思って、やっぱり見えすぎない人ってちょっと怖いっていうかって言いつつ、私1対1でしかあんまり本音を話せないんですけど、キンスのパウダーを使っていきます。たまに未来ちゃんって苦手な人とかいるんですかみたいな感じで質問返しとか募集すると聞かれることがあるんですけど、全然当たり前に私も人間なのでいます。いつもの
テイジーク、まあ、当たり前に理由がなく嫌うことはないんですけど、なんか嫌いとかは特に絶対なくて、どう線引きしてるかと言われたら、とにかくこの人意地悪だなとか失礼だなって思った瞬間もう距離を取ります。どうしても関わらなきゃいけない状況というか、仕事でも何でもきっぱり縁を切るのが難しい時ってあるじゃないですか。そういう時は、まあ、当たり障りのなく喋ったりとかはするけど、もう自分から無理して距離を詰めようとしないというか、そうですね、まあ、強いて言えばその2つを感じたら嫌いっていうよりかはもう関わりたくないって思いますね。であんまいないかな。結構大学生の方とか学生さんも見てくださってる方がいて、相談をたまにいただくことがあるんですけど、やっぱ学生とか、まあ、会社もそうですけど、何かの組織にいると絶対そういう人っているじゃないですか。あまりにも嫌いですっていう態度を取ると本当に自分もその場所に居づらいだろうし、自分がストレス溜まるじゃないですか。そういう時は、まあ、合わないなって思いつつ当たり障りのなく一緒にいたりとかするけど、まあ、3年後この人と一緒にいないかもって思ったら割と私は距離取っちゃいますね。最近はやっぱり SNS が流行ってから人間関係でモヤモヤしてる人が多いなって話を聞いてると思ってて、本当に高々の写真とかインスタとか、私やってないですけど BDR とか LINE とか、結構そういうのでも友情とはみたいな感じに悲しい思いしてたりとか、あんまり重きを置いてないんでどうでもよくないとか思っちゃうんですけど、正直インスタとかってさすがに私もそういうのは減りましたけど、 SNS って本当に難しいですよね。私は多分考えすぎっていうのもあるし、めちゃくちゃ面倒くさがりっていうのもあるんですけど、私のインスタを見てくださってる方は薄々気づいてると思うんですけど、あんまり人との写真載せないんですよ。載せたくないとかタグ付けしたくないとかは全くなくって、シンプルになんかどの写真を載せたらいいのか分かんないっていうのと、みんながベストの写真って難しいじゃないですか。自分はこの写真がすごい可愛く写ってるけど他の人は漏れてないとか、でもその違う方は自分が例えば端っこにいて顔が伸びてるとか太って見えるとかあるじゃないですか。ちょっと話の途中だけど見てください、このアミューズの新作か分かんないけど、どっちを使おうかなという感じで、私こういうめちゃくちゃブラウンみたいなシャドウも好きだし、ちょっとやっぱりくすんでるようなピンクというか、ちょっとコーラルっぽいピンクも好きなんですよ。今日はブラウンの気分なのでこちらを使おうと思います。3番のデイジーっていう色です。本当は全色スワッチしますとかやりたいんですけど、このゲットレディウィズミーはあんまり私普段喋んないから、喋ってる感覚で楽しいとかトークが聞きたいって言ってくださる方が多くて、あと一緒にメイクしてますっていう人が多いので、多分あんまり画面見てないと思うんですよね。どの写真がいいですかとか、この写真がいいですとかも言いづらいというか、逆に思い出写真みたいな感じで写真撮るのは本当に大好きだし、もう変な写真とかそれこそいっぱい撮りたいんですけど、物撮りとかめちゃくちゃ好きだし、ちょっとね深読みしすぎてなんか私に載せられるの嫌だったらどうしようとかも思っちゃうし、表に出ること仲いいことが多いので当たり前にそこは考慮しなくちゃいけないとこかなって思うんで、だから結構人と会ってもあんま載せれないっていうか載せないんですよ。写真一つでせっかく楽しかったのにお互いがモヤモヤするの嫌じゃないですか。まあほとんどしないと思うんですけど、本当にね私はビビリな性格というかチキンな性格なので、何事もリスクヘッジして生きてるっていうか、なんかもっと思い切ったことをしたりとか相当うまく生きれると思うんですけど、なるべくマイナスがないようにないようにって考えちゃう癖があって、どっちもいい時もあるしどっちも悪い時もあると思うので、一概にどっちがいいかっていうのはちょっと言い切れないけど、ちょっと保守的すぎるというかつまんない人間になってしまうんじゃないかなってたまに思っちゃう。私みたいな人がもう一人いたらどっちも保守的すぎて進まないというか一生仲良くなれないから、だから MBTI 的に言うと E の友達が多いのかなって最近思いました。あんまそういう人が周りにいなくて前に動画に出した親友カッコカリがいるんですけど、親友カッコカリがかろうじて本当にわかるってなるぐらいゲットレディウィズミーあるあるで話が全く進まないというか、同じ話ばっかしてるかもしれないんですけど、今から会うヘアメイクさんはもう何年の付き合いだろう、気づいたら8年ぐらい、わかんないけど、まあそのぐらい
出会って立つので、年上の方なんで、まあもちろん敬意はありますけど、いい意味で気を使わないっていうか、素で入れるっていうか、気軽に会える人なので、本当に会えるのが嬉しくって、なんかすごいフランクで面白い方なので、本当にその人に会うとめちゃめちゃ元気出るんですよ。昔からヘアメイクさんとかスタイリストさんとか、なんかあんまり同世代より そういう年上のレディーの方と仲良くさせていただいてるかもしれない。結構会うのもそういう方なんで、あんま写真とかも撮らないみたいな。なんて呼ぶんだろう、アッチ？エーチ？とわかんないんですけど、こんな感じでマットのリップライナーっていうのかな、これで影を描いていきます。やっぱり、まあ、人間って人間ってとか言って、まあ、お金か人間関係か恋愛でもうどれかじゃないですか、悩むのって基本は。まあ、健康とかもあるけど、もう6割7割ぐらいの人が人見知りだと思うんですけど、私も結構人見知りなんですみたいなメッセージをいただくことがあって、どうやって人間関係うまくやってますかみたいな。この色違い、リップベースみたいな色、私も本当にめちゃくちゃ人見知りだと思ってたんですけど、友達とかには結構いろんな人と喋れるよねみたいないろんなこと仲良くできるよねって言われて、確かにって思って、意外と喋れたりとか、あれ前は本当に人見知りだったのになーって思ってたんですけど、やっぱり年齢と比例して出会う人も増えるじゃないですか、関わったり話す人も増えるから、人見知りが治ったというよりかは適応できるようになってきたみたいな。もうそうやって人と喋れるようになった人が多いと思います。動画を自分で出すたびに、え、これ面白いかなとか、やっぱりメイクしながら喋ってるんで、なんか何喋ってるかも実際分かってないんですよ本当に。動画を見返して編集してる時に、あ、こんなこと喋ってたんだみたいな感じで気づくんですけど、コメントで動画の雰囲気も好きだし、コメントが皆さんなんだっけな、お母さんみたいで好きみたいな感じで言ってくれる人がいて、確かにって思って、それこそ意地悪な人が本当に少ないんですよ。あ、その意見は意見として捉えてるんで、なんだろう、理不尽ななんか意地悪な人がいないっていうか、多分コメントしてくださる方が優しさフィルター100、いや100どころか 120% みたいな人たちが多いから、本当にめちゃくちゃありがたい。てか全然また話変わっちゃうんですけど、 YouTube 始めてメイクを見せようとしてるっていうか、こう撮っちゃうことが多いんですね。こうスマホ首みたいな、こう顔を出してこうやって見せたりとかするんで、だんだん姿勢が猫ミームのみたいなやつ、あんな感じでだんだんやっぱね、姿勢がちょっと気をつけなきゃと思って、動画終盤ですけどちょっとチーク重ね塗りしようかな。なんか皆さん視点が本当に繊細で、オープニングのこれが好きですとかそういう風に言ってくださる方もいて、あとこの間リップの紹介した時もたった2秒とか3秒のシーンに2時間ぐらいかけてるんですね。なんかそういう風に言ってくれると本当に嬉しくて、なんか週末の楽しみにしてますみたいな、ご褒美として見てますみたいに言ってくれる方とかもいて、そんなん言われたらもうこっちだって頑張っちゃうよと思ってこのヒンスのチークやっぱ可愛い。で、最近買ったこのロム&の6番を今日は使ってみようと思います。私なんかインスタですっごい唇とかが可愛い人いるじゃないですか。韓国の方だと思うんですけど、見せんのうますぎて全部欲しくなっちゃうんですよね。見るとすぐ、はっ！ってチェックリストに入れて、後でじっくり考えてから買おうと思っても結局買っちゃう。やっぱり欲しいみたいな。最近はピンクベージュみたいな色が好きです。パキッとした色よりかはちょっとシアーな感じ、こんな色で。今考えたら本当に似たような色めちゃめちゃ持ってる。ちょっとこのシャドウを鼻の中心にのせます。ここにちょっとねチークとか濃いめのシャドウのせると鼻が短く見えて可愛いんです。こっちのシャドウもここがクリームシャドウになっててめちゃくちゃ可愛い。こんな感じでちょっとピンクラメが入ってます。これは多分好きな子絶対多いと思う。かわよ、うわ、これはかわよいです。うん、メイクアップフォーエバーで小鼻を抹消します。必須なんですよね。うん、一生使ってるこのザクザクのラメを目の下。はい、こんな感じでメイクが完成したので、ちょっと髪の毛とかもろもろ直してこようと思います。
そんな感じで完成したので行ってこようと思います。なんかヘアメイクのゆずちゃんのおすすめの紅茶専門店らしいのでめちゃめちゃ楽しみ。しかも予約してくださったみたいで本当にありがとうございます。行ってきます。こういうこのサラン何ですかこれ。よもぎの何ですか。今度一緒によもぎ蒸しに行きますので。で嬉しい、ありがとうございます。赤ちゃんから大人まで使えるらしい。なんか多分ここに書いてある。これは何だ。まあ万能バームですね。めちゃめちゃ美味しそう。茶葉、うちの棚に普通になんか売ってんの。ありがとう、ありがとう。どこなんて、なあなたはすごい YouTube。 ヘアメイクさん、ヘアメイクさん、なんかエクステ外したらマジでスカスカになっちゃって。イエベとブルベの、え、私ブルベじゃないと思う。イエベだと思う。イエベ、え、一回エチュード行ったじゃないですか。K-POP であれ先駆けだったよ。え、そう、その時にやってもらったらグリベって言われた。これも中間って言われて、これ紫とさ、え、そう、中、そう、紫と緑があるから両方中間って言われてグリベって言われた。じゃあ私もグリベ。でもグリーンしかないからやっぱイエベだ。まあ、元祖そこで、そう、元祖でやってもらった時はグリベだったけど、懐かしい、エチュードの夏は。でも、イエベだと思って生きてる。おいしい。やばいやばい。バカ野郎。やばい。距離感バグってる。うちにちょっと影響されちゃった。隣の人物に影響されちゃった。やばい。一応なんでしたっけ、ウーロン。うん、美味しすぎる。美味しすぎる。めちゃめちゃ美味しい。すごい、なんか初めて飲む。こんなにコクあるのない。あのコクがないから、あのうちが一時産業特徴栽培加工を輸入して全部やってるから。すごすぎる。コクが足りないからウーロンにコクをプラスして作る。すごっ。カレーまで、あのストーリーでカレー出来上がったってなってちょっと気になった。いや、何でも言っていいよ。カレーまで頼み始めた。めちゃめちゃ美味しそう。作品を生み出すというか、そう、クリエイターに刻まれるからね。クリエイターかも。クリエイティブ。クリエイターなのかも。これなんだろう。